ともすまません。読売マイラーズカップの予想になります京都はもともと軽い芝ですし開幕週らしい開幕週だなっていう感じでなかなか前が止まらないですし時計早いですし勝つ、まあ、ためには切れる足があるもしくは展開進路取りがどハマりするかっていう感じはありますね。 でマイラーズカップはもともと阪神で行われていて阪神の時の方がちょっと面白みがあったかなっていう感じでこの開幕週とか馬場のいい時の京都に行われるようになって結構紛れがあるようなレースが多いんですがただ今回に関しては自分から動けるタイプの先行馬有力馬がいますんでなので、まあ、それなりには力通りに決まるんじゃないかなっていうふうに見てます。 それではうちの方から一頭ずついきますサンライズメジャーサンライズメジャーについては何度も言ってるんですが能力は結構あってまあそういった中で好不調の波が激しかったりあと乗り方に注文がつくんですよね。あまり器用じゃないんで極端な形で逃げるか追い込むかそういったパターンの方が安定して走る傾向にあります。 実際に KO 杯スプリングカップですね戸崎騎手が乗って後方一騎っていうような形で里のアラジンの2着したことがあるように能力を出し切った場合にはここのメンバーでも馬券になってもおかしくはないレベルの馬ではあると思いますね。で最近あんまりスタートが良くないんですけれどもスタート良ければ松若騎手ですしもしかしたら押して花切る可能性がありますね。そのの場合っていうのは 面白いんでただ追い切り映像を見た感じだと仕上がりに関しては8分程度かなっていう感じで、まあ、一番いい時はもっと体を使えるんですけれどもちょっと足先に頼りがちな奏法ではありますんで出来自体はいいんですけれどもパーフェクトとまではいかないんでなので花切れたとしても構想できるかどうかは半信半疑なところがあります。松赤は 京都の重傷で花切って勝負どころからギアを上げていって玉砕的な逃げをして穴を開けたこと何回かありますしまあ松岡騎士のいいところはそういった思い切りの良いところですねなのでそういったところが出た場合は馬券になってもおかしくはないかなっていう感じがありますねアクションスターアクションスターは追い切りの動き良かったですしこの馬そこそこいい馬だと思うんですよね なんですけれども、結構強いところにぶつけてくることが多くてもっとローカルの方で思思いいいい切った競馬をしてみればいいのになっていうふうになううんですよね。まあ、ちょっと不器用で大跳びで小足を使えないようなところがあってかといって控えてもそこまで切れる足がないということで乗り難しいところはあるんですけれども。 まあただ道中息入れてどこかのタイミングで一気に動くだとかそういったようなことができればいいところ出てくると思いますね。それで佐藤智則騎手が乗るんですが地方の騎手でも特別終えるというわけでもないですしかといって一度り進路取りがうまいというわけでもないので、まあ、特別騎手としては警戒する必要はないかなっていうところがありますね。 フィ,エロフィエロはですね以前は切れる足を使えたりだとかあとはそうですねスピードもあって京都のような平坦コースが得意だったんですけれども今はちょっとコロンとしてきたというかまあ動きが窮屈になってきた感じがあってまあそれなりには時計には対応できたりだとか。 しぶっとい足はあるんですけれどもただ以前のような信頼性はないんですよね、まあ、以前のフィエロだと京都のこの条件だったら買いかなっていう感じがあったんですがまあメンバーも揃いましたし相当はまらないとっていう感じはあると思いますね、まあ、福永騎手は乗りますんで開幕週の馬場を生かしてうまく立ち回ってどこまでっていう感じですね エアスピネルエアスピネルはですねマイルがベストかかかどうかはわらないですねちょっとこの馬はさすがに 3,000m は長いんですけれども 2,000m2,400m でも問題ないかなっていうところがあってまあ引っかかるような時があるんでマイルでもいいのかなっていう気はするんですけれどもただ。 マイルで特別強いいいかというとそううそででもないんですよねこの馬は切れる足がないということあとはゴール前での勝負強さで,ですね一ポ2二ンポでクイッと出るような足がないということで、まあ、そういう爪の甘さを持ってる馬でそういった点を解消するためにはワンペース気味ハイペース気味に流れやすいマイルの g 1を狙った方が G1 を勝ちきれやすい可能性はあるのかなっていうところなんですがただこのまあセンスがよくて自在性がありますんでなので 2,000m とか道中一旦息が入るようなレースでその器用さを生かして竹豊騎手が思いっきりの良い起乗をした方が一発を狙えるかなっていうところもあるんですよね。ななんですけれども中距離になると 里トダイヤモンドだとか北三ンブラックだとか強い馬たちが増えてきますんで、まあいろいろ考えるとマイルを狙った方がいいのかなとは思いますね。でもマイルがすごくいいというわけでもないっていうことですね。マイルも問題ないっていう感じですよね。それで今年は京都金杯からサーマイルで強いところが出るんじゃないかっていうふうに期待してた人多かったと思うんですが、まあ僕はマイルでもどうかな。 っっって思ってて思たところがあって案の定京都金牌はゴール前で甘かったりだとかまあ途中までは能力高いなセンスあるな強いなっていうところを見せるんですが、まあ、ゴール前での甘さだとかそういったところで、まあ、突,き突き抜けられないというかな何か足りないところがあるなっていう風には確認できたなっていうところがあって、まあ、今回もそうなんですよね。 まあそれなりに構想はするんでしょうけれどもただ単勝を買って自信を持って見れるほどそういう馬でもないんでダッシングブレイズダッシングブレイズの前奏は阪神の方でまあ馬場が悪くなった中で意外と落ち着きが利くような馬場でもありましたんでなので。 まあ中段行為の方で足を溜めて内面の方で足を溜めて打ちつききいう形で直線内の方から抜けてきました、まあ、ちょっとポジション取りすぎかなっていうところがあったんですが、まあ、ミルコ・デムロ騎手は動かせる OL 機種ではありますんであれぐらいのポジション取ってもこの馬の脚力を生かしてゼロに近いところから足を使わせたみたいなところがありますね。 ただ基本的にはこのダッシングブレイズっていうまあ極端な形で後方からスムーズに加速できるような競馬をした方がいい足を使える傾向にありますんでなので浜中騎手が乗る場合っていうのはなるべくポジションを取りに行き過ぎないことが大事かなっていうふうに思いますね。浜中騎手は特別を終えるっていうタイプでもないですしまあいかにスムーズに流れに乗って 加速させまあ浜中棋士は思い切りのいいところがあるんで直線バグの中についたりうちの方についたりする可能性があって、まあ、その競馬がはまるかっていうところですねまあギャンブル性の高い乗り方をするしかないというところがありますんでその分人気馬たちよりかは軸には向いてないかなっていうところがありますね。ヤンングマンパワー。 ヤングマンパワーは関屋記念富士ステークスと連勝したんですけれどもまあその時に僕が言ったのは戸崎騎手がうまく乗ってドハマリしたっていう風に言ってたんですよねそれで実際にマイルチャンピオンシップでは通用しなかったですしあれがこの馬の能力ではあると思いますね、まあ、ちょっと気象的にですね技術の高い騎手が乗らないと動かしきれなかったりあとは 追わせるところもありますんでその分戸崎騎手が乗ってたのは良かったのかなっていう感じでまあ普通の騎手が乗っても安定しては動かせない馬ではあると思いますねあと切れる足がないのでなのでまあマイペースで加速できるような形ですねまあじりじりとしぶとい足はあるっちゃあるんですけれども、まあ、ここはもっといい足を使えるメンバーもいますし まあ乗り方としては開幕週を生かすようなそういったようなしぶとさを生かすような競馬がいいのかなっていうところですね。プロディガルさんプロディガルさんの前走金庫賞は7着に敗れたんですが、まあ、道中内面の方にいてロスなく立ち回って進路もスムーズに開いたのに伸びなかったっていう感じですね。まああれはですねやっぱりプロディガルさんっていう馬は 底力を感じないというか強さっていうものを感じないところがあってまあああいうふうに力のいる馬場でポジションを取りに行っちゃうとああいう甘いところも出ちゃうそういったような感じを受けますね、まあ、あの時の中京の馬場っていうのは特殊な馬場で力のいる馬場でいい末足を発揮できない馬が続出するようなそういったような馬場だったんですよね。 なのでそういった力のいる馬場も響いてプロディガルさんはちょっと伸びきれなかったかなっていうところがありますね。まあ、本当に強い馬だったらあれぐらいのポジション取りあれぐらいの馬場はこなして勝ちきらなきゃいけないんですけれどもっていうところですね。で東京新聞杯で構想した時なんかっていうのは後ろの方から足を貯める形でそれで。 真ん中どころをついてスムーズに進路が空いたかなっていうはまったかなっていうところがありましたんでまあああいうような乗り方ですねあんまりその強気に乗りすぎないっていうことがこの間には合ってるかなっていう感じがあってなのでここのメンバーとやる場合っていうのは、まあ、強い馬なんだっていうふうに乗るよりかはどっかうまくごまかして一発狙うんだっていうようなそういったような。 素足の使いいいい方方ををして一発を狙った方がいいと思いますねブラックスピネルブラックスピネルはもともとそこそこ能力ある馬だったんですがあんまり器用じゃないのとそれと切れる足がそこまでないのでなのでなかなか軌道に乗れなかったんですが武豊騎手や福永騎手みたいな立ち回りの上手い騎手を乗せるようになってあとはルメール騎手やミルコデムロ騎手みたいな。 技術的に終えたりもするようなそういったような騎手もいい方向に馬を導いてくれてまあそうですねいい騎手を乗せたことによってこの馬は能力が覚醒してきたかなっていうところがありますね。でミルコ・デムロ騎手なんかが乗ってる時なんかは以前使えなかったギアを使えるようになったというか、まあ、もう一段階しぶとい足が使えるようになりましたんで、まあ、そういった意味でも。 印象が良くなりましたし、たあとはこの間なりに弱いところがなくなってきて本格化してきてますんでなので、まあ、ここのメンバー相手だとある程度立ち回りが大事になってくるかなっていうところはあるんですがたたき合いに持ち込むことができた場合はこの間はしぶとい素足しぶとい一漢方二漢方の足がありますんでなのでまあ 好勝負ししててもおかかくはないかなっていいっう感じですね、まあ、ただそのポジションと進路取りが悪くなった場合にそれを取り戻すだけの足はないかなっていう感じなんで、まあ、そこですねとにかくうまくいくかっていうのが重要ですね自分でそこまで器用に競馬を作りきれないところがありますんで、まあ、自分で競馬を作るためには前目の方からポジションを取って競馬した方がいいかなっていう感じですね。クルーが クルーガーは1年ぶりの長期休養明けなんですけれどももともとこの馬はですね僕は3歳児から注目しててどっか中山の住所京成杯かなんかでなんか見どころのある競馬をしたんですよね。なんかしぶといバグの中から勝負根性を発揮するような競馬をしたんですけれどもあれを見てこの馬奥があるなっていう風に感じまして。 注目ししてましたただ不器用だったりだとかあとは弱いところがあってなかなか能力を出し切れない時期が続いたんですよね。で去年のマイラーズカップはですねあれは、まあ、思った以上に走ったというか、まあ、道中後ろの内面の方から競馬をして直線打ちつきがはまったかなというところはあるんですが。 あそこで叩き合いになってとと出るこころなんかはこの間のいいところなんですよねなので、まあ、マイルがベストかというと僕は距離的には長くてもいいのかなっていうふうには思うんですがただあんまり器用なタイプではないということでそういった意味ではワンペース気味に流れるマイルが合う可能性もありますしまた、あ、き合いになるような タフな競馬だったら2400とか。でもいいところが出る可能性はあるかな？っていうところで、まあ、距離適性に関してはま状、あ、況からどういった距離を使う意図で調教していくかっていうところにも左右されますんで、今はマイルを使うための作り方をしていると思いますし。まあ、今はとりあえずはマイルでいいところを見たいなっていう感じがありますね。そして今回の仕上がりに関してなんですけれども。 仕上がりいいですね。去年よりもしかしたらいいかもしれないぐらいですね。というのはなんか弱いところを感じてたんですが、まあ、その弱いところに筋肉がついて力強さを増してて体全体のバランスがすごく良くなってますね。なのでそろそろ本格化かなっていう感じがあって。 まあちょっとそのパドックで馬体見てみないとあとは走りを見てみないとわからないんですけれども、まあ、よそういうふうにバランスよく見えているのが逆に小さくまとまっている可能性がありますんでその辺をチェックしたいなっていうふうに思いますね。で、まあ、仕上がりに関しては悪くはないと思うんですがやっぱりその競馬を使ってないということで馬がスムーズに能力を出し切れるかということあとは この馬は本当はオえる騎手を乗せた方がいいと思うんで松山騎手と特別合うというわけでもないと思うんでなので、まあ、今後頭打ちというかな,なんかちぐはぐな競馬が続いた場合にはトップジョッキーを乗せてみるのもありかなっていうふうに思いますね。シェルビーシェルビーは馬の形は悪くないですし見栄えする時もあるんですが。 ただあんまりスピード競馬だとか切れ味勝負になるとっていう感じがあるんですよね。まあ、開幕週の馬場,場ですし、まあ、ついていけるのかなっていうところはありますね。イスラボニータイスラボニータはですねもともとは右回りがあんまり得意じゃなくて、まあ、コーナーで置かれたりだとかもたついてそうしてるうちに繊維喪失したりだとか。 まあ、不器用さと気難しさが共存したような馬だったんですけれどもました、ねまあいかに騎種によって馬が変わるか騎種の腕の違いっていうものがあるかっていうことですねまあ海老名騎手はですね比較的その道中コンタクトを取るということに関しては上手い騎種で名手ではあるんですけれども。 蛯名騎手とは手が合わなかったんだろうなっていうところがありますね。あとは蛯名騎手は o えるタイプの機種ではないので、まあ、ちょっと気を抜きそうになった時そういった時に動かすそういったようなことに関してもルメール騎手の方が上回ってたのかなっていうところでとにかく以前は左回りじゃないとコーナーリングですっと動いてくれなかったイメージがあったんですけれども。 ルルメール騎士が乗るようになななっっててからは右回りでも問題なくなってきたかなっていう感じですね。ただちょっとゴール前での甘さっていうものはですねまだ解消してないかなっていうところがあってまあそこですよね勝ちきるとなるとまあある程度うまくいかないとっていうところはあると思いますね。 ただルメルキシュが乗ってる時にはそこまで極端にやめるようなところはなくなってきたのでなので、まあ、こ今回の追い切りなんか見てても馬がその気になっててまあなんか勢いを感じますし年齢的な衰えは感じないのでなので有力馬の一頭かなということで本命にしましたあの一時期本当にワン,アンドオンリー世代ということで レベルが低いっていうふうに馬鹿んされてた時期があったんですけれどもまあこういうふうに軌道に乗って再びイスラボニータも弱い馬ではないっていうこと強い馬だということが証明されたのは嬉しいなっていうところがありますしそういう意味でも応援したいいかなっていうとうころがありますね最後に僕の馬券の買い方についてなんですが人気上位の馬たちに不安要素があってそれで。 思い切って消せるんならいいんですけれどもトップジョッキーが乗ってますしまあそんなに大崩れするイメージは湧かないんですよねですが穴人気してる馬たちが何頭かいてそういったことを考えると意外と復装は集中してないですよねなのでイスラボニータの服勝でいこうかなっていうふうに思いますね。馬連で流すと 回収率が悪くなななりそうなそうううういいったようなレーーススですんでですすのイスラボニータの副賞で行こうと思います、まあ、サンライズメジャーは、まあ、一応抑えようかなとは思いますが確率としては高くはないかなっていうふうに見てますなので生まれん遊ぶとしたらブラックスピネルエアスピネル2点でいこうかなっていうふうに思いますねイスラボニータの復習を集めていこうと思います以上です 吉本興業 ABCDE 湯加減というコンビの東野蕾郎と申します。失礼します。